4年スプリンターズ S を制したカルストンライトーが7日の早朝、つなぎ用、う、京葉、先の北海道、日高町の有限会社日清牧場で死んだ。26歳だった、同牧場の X、旧ツイッターのアカウントでポストされた、立東の大根田優也級社から0年に京都でデビュー。その後、大根田優也氏の定年により、 二年六月テレビ愛知オープンからは同市の息子、大根田雄之氏の管理場として出走。同年八月の新潟芝1000メートル重賞アイビスサマーダッシュを日本レコードとなる53秒7で制し、快速場として注目される。その後は脚部不安もあり不審が続いたが、四年に同重賞を勝ち復権。そこからスプリンターズ S へ駒を進めた。 短距離王を決める王一番では快速を飛ばして、デュランダルの追い上げを4馬審査で封じる闘争劇を披露し、G1 勲章を手に入れた。同年には香港スプリント、14着、にも参戦している。5年スプリンターズ S10 着がラストランとなった。通算36戦9勝、内海外1 0 0 0勝。 総獲得賞金4億2204万4000円。引退後は守護場となり、17年にブレイブコールが兵庫ダービーを勝っている。